新刊、何が何でも長編小説が書きたい大絶賛発売中鈴木喜一郎作家日記今日のテーマはファンタジーや異世界を書く人はまず背景でこけますよ問題まあ今日は のまあ、フリートークです。っていうのは、まあ、あのー、ここのところ、受講生の原稿をまあ固めて、えー、わたわた、わさわさわさというを目を通してるんだけれども、まあ、その、受賞する作品は独創的だけども、要戦をちをする作品って、ハンデを押したようにみんな同じところでこけるので、 えー、まあ、あれだな、あのー、そのうちきちんとした話は、きちんとした話は講義で、うん、ちゃんとまとめてやるので、まあ、なんとなくこんな感じだよな、っていうような、まあ、講義の下書きです。えー、講座の講義の下書きでこんな話をまあ、そのうちきちんとしようっていう。で、まあ、今日はその背景編。 背景変です。背景っていうのはさ、要はね、何が書いてるかわかんない原稿って普通にあるんだけど、何がわからないっていうのは、まあ複合的なものです。えー、つまり、日本語がわからない。日本語がわかんないから何が書いてあるかわからない。えっ、ー、と、日本語としておかしい。これはこれ結構ある。それからあと、聴者が、 テーマそのものを把握してな、ね、い。この作品で、えーど、この作品はどんなテーマなのかっていう、何を著者が伝えたいのかっていうことが分かってない。あと、著者がこの作品の中で一番伝えたいものは何これはテーマとは違って、その、テーマとは違ってさ、その、例えば、キャラクターを伝えたいのか、こういう素材があるからね、ね、ちょっと、こういう素材、 好きなんだよだからね。だから、この話させてとか、えー、そういうなんか著者が、これが伝えたいんだっていうものがないとか、あと、登場人物。えっ、ー、とね、登場人物もわけわかんないこと結構ある。つまり、その、高校生って書いてあるのに、これ、え歳いくつだどう見たってこれさ、 高校生は高校生だけど、これ50年ぐらい前の高校生じゃねえかとか、小学生って書いてあるのに、いや、これ何歳かわかんないよなと、普通にあります。その逆は意外とない。あの、20代に見える60歳とかってのは、あまりいないよね。えっと、60歳はある日突然、 ハゲ、えー、て白髪になってる状態で出てくる60歳って普通にいるけれどあと9歳って書いてあったある日突然9歳になって書いてあるだけでこれ一体誰なんだとかあ人生に何の葛藤もない20代だとかあとあ登場人物 その「高校生」って書いてあるんだけど「えー、っと勉強何してるの?」とか「<laughs> それだ」とか「性別さえもわからない」とかっていうまあそういう具合にあと登場人物の区別がつかないのねみんな同じだのだっていうことってまあこれも結構ある区別つかねえよっていうそうすると そ区別つかないことの一番の大きな問題っていうのは、登場人物がみんな同じ人物なので、そうすると人物同士のさ、葛藤もなければ対立もないので、そりゃ物語で,できんぞっていうようなことがあるんだけど、まあ、そうすると何が書いてあるかわからない。人物がわからない。えー、っていう中で、まあ、今日話をするのは、あの、 ファンタジーだとか、異世界だとか、近未来 SF を書こうという人はもう、もうみんな共通してるところ、ね共通、共通してるのが、シーンが全然わかんないっていう。うん。う一応言っとこう。今をこう、話をした何も、何が書いてあるかわかんない要素っていうのは、今一つ一つバラしていったけど、大抵の場合全部一緒に来るから。 <laughs> 要素を一つ一つ点検してってよくわかるわけだねいや君これで何が書きたかったのっていう風にさそのシートでこう書かせてみると書,い書かせてみると、うん、う何を書き,書きたいのかちょっと忘れましたって著者が忘れるようなものをさ読者が伝わるわけがないだろうとか ええと、登場人物について、んとな、よく覚えてません。著者が忘れてしまうような、そんな思い入れが薄くて印象の薄い登場人物が読者に伝わるわけがないだろうとか <laughs>。まあ、そういうことは思うんだけど、その、そそれは置いといて、そう、背景の話だよ。ええー、んーまあ、 ナローの関係もあって、異世界の話結構あります。それからラノベは異世界、ファンタジーっていう場合もあるけれど、うんハンデ押したように、全く同じところとこうけるよね。つまり、その、光景が伝わらないんだ。その、 異世界っていうふうにあなたは書いているんだけれども、あなたの頭の中にある世界っていうことについて読者は知らないから、そのことをまず理解してないことってあるよね。あの、まあ、はっきり言おう、その異世界だとか、ファンタジーで日本じゃないところを舞台にしているものを書こうという人は、 例外なく、もう例外なく断言してしまおう。きちんとしたことを調べるのがめんどくさいからファンタジーや異世界にしてるっていう例がほとんどです。そういうことを言うと、怒っちゃう、怒る人、激怒してもうやめちゃう人も、まあ、います。 うん、あのね、そういう時に、その、うーん、まずさ、あの、そう、怒っちゃうんだ、まあ怒っても別に、あの、構わないんだけど、まずそれ理解すること大事よ。えっ、ー、と、 こう、まず、うん、読者にはあなたの頭の中に描いている光景がわからない。つまり異世界だとかファンタジーの世界をつくときには、そのことをまず理解しよう。それをまずどうやったら伝えられるだろうかということをまず考えることが大事。だけれども、こういうときに往々にして落とし穴に入るのは、あなた自身が自分の頭の中の描いている世界っていうのを、 把握してないことって結構あるんだよ。あの、<laughs> 好きで異世界ものにして,してるのか、調べ物に押するのが面倒くさいから異世界にしてるかって、まず自覚することが大事です。えー、その時に、そのどうやるかっていうと、その、 歴史小説を書くようなつもりで、その世界の衣食住作ってみましょうや。作ってるちゃんと。っていうことです。こういう時に話をするときには、こういう時に話をするときに、必ずある反論が、異世界やファンタジーを作るときにその、ちゃんと作ろうやっていうときに、いや、歴史小説を書くわけじゃないので、そこまできちっとしなくても。そう言ってる時点でさ、その、 こうちゃんと作るのがめんどくさいからファンタジーにしてるんだよなって自分で白状してるのに気がついてなかったりするよね。その、こう、僕はよく登場人物の履歴書を作ろうって言います。で、その登場人物の履歴書をこう作ったときに、i s の履歴書を作ったと,ところで、その、 ファンタジーのそのなんてら魔法学校とかって書いたりとかってすることはあるんだけれど、じゃあその魔法学校っていうのはどのぐらいの学校で、じゃあどんな勉強をしてるんだろうかって、履歴書を作ったらそこからその世界って起こしていくべきだよ。起こしておくんだよね。魔法学校に入りましたって言おうでしょ。ねえ、何歳で学校に入ったのか。で、その時にさ、その学校のカリキュラムって何だろう つまり、魔法学校に入るって時に教えるのは魔法だけじゃないよね。ええー。その世界っていうのは何語で話をしてるどこの言葉で話をしてるその言葉の読み書き、文字はどうやって書いてるそ,その文字はどうやって教わる魔法を教わるときに、その魔法ってのは座学はどうしてるんだろう,こう 燃える炎を出すときに、じゃあ自分が燃えないのはどういうふうなんだろう。炎って何度ぐらいあるのかで、そうすると燃えるものと燃えないものってあるよね。ええー。そういうことを気をつけないと魔法って使えないよな。で、何よりもまず勉強するときにさ、 言葉をまず読み書きができなきゃいけないし、えー、読み書き、そろばぐらいは必要だよな。で、その読み書きってのはどういうものかどんな言葉を学んでいるのかうん、っていうことが、そで、そのために、やっと魔法を使うんだったら基礎体力って必要だろう。うん。ではそのための体育の時間とかっていうのはどうしてるんだろう 週に何時間ぐらい勉強してる。そのために何年ぐらいやっていくだ。だいたいどのぐらい標準で、どのぐらいの勉強してるとなったら、そうすると主人公が特別優秀なのは、どのぐらい優秀なのかがそこでわかるとかっていう。そこら辺を把握しておかないと、主人公が優秀だっていう時にどのぐらい優秀なのかっていうことをちゃんと把握しておかないと、そりゃあさ、優秀じゃない人の その、優秀じゃない脇役がどのぐらい悔しい思いをしていたかってはっきりわかんねえよな。というふうに作っておくって大事っすよ。で、そういうファンタジーの世界も一体何をベースにしているのかっていうことを把握することは大事です。えー とにかくさ読者全く何も存在しないものであなたの頭の中にあるものを読者の頭の中に再現させるのは不可能なのでだから例えばあ中世ヨーロッパをベースにしてるんだったらそういうような作りをちゃんとしておかなきゃいけないし中国を舞台にしているのか 古代日本も舞台にしたファンタジーなのか、ケ、えー、ルト民族を舞台にしたものだとかさ、ゲルマン民族だとかさ、ああトルコだとかロシアだとかインドだとか、まあ大元になる舞台っていうのは当然あるので、そこら辺を念頭に置いた上で、じゃあ わかりやすいように読者にそういう具合に作っていくっていう以前にまず著者が自分で頭の中にこう作れ。異世界って言った時になんとなくぼやんとしたものしかくっついてなかったらそれは読者には伝わらないのでね。ということです。で、これ本当にね、ハンデ押したようにさ、みんな考えてないんだよ。 これつまりどういうことっていう、どういう場所っていうことなので、とりあえずそこをきちんとやっとこう。まあそこだけでもた足りないんだけど、まあそういう背景はきちんと作っておきましょうねっていう、うーん、そんなことです。なんでこういう話をするかというと、 あんまり同じところで焦げてるものばっかりって読むのってはっきり言ってこっちも飽きるので、どうせ違うん、あの、どうせ焦げるんだったらさ、ちょっとこう、ユニークなところで呼吸ようやっていう。え <laughs>、ね、まあ、あの、すいません、今日はグダグダな話で。で、まあ、こういうような話をずっとして、まあ、 まあもうちょっとこう整理して講座で使うよ。この日記は本当に下書きね。この番組では、ポッドキャストへのお題、皆様からのお便り、ご質問を募集しています。マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。 リモート対応で世界中どこにいても受講できます江戸川ランプ賞や横溝製賞オールエモノ新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています受講申し込みは概要欄からアクセスしてくださいこの番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウド Apple Podcast Google Podcast Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています というところで鈴木基一郎作家に聞き、そんなところで、ではではでは失礼します。